55からの,竹の子生活「源氏物語与謝野秋子役」を今週読み終えて特に理解しにくかった原因と思える登場人物の複数の呼び名と各人の関係図を作って再読したところまで毎週1 1回か2回投稿していきますなお場所も時々補足します今回は京都御所界隈ですそして1霧壺で1シート2母キギと3うつセミで1シートです今後の図で四角は人物横棒は夫婦一夫多妻縦棒は親子ですまず1霧壺についてです主な登場人物は図の13人ですが このうち1桐壺で重要なのは帝と桐壺の行為の子が光るであり第二王子ですが結婚功績離脱して生を源氏と名乗りますそして最後に少しだけ藤壺が登場します次に2母木と3うつせみです前半は光源氏の3名の友人とで 党の中将様の神党式部の城です後半は出かけ先の女宇津瀬美とその弟の小君との話ですご視聴ありがとうございます終わり